皆さんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、シューマン交響曲第1番、今日から第3楽章の解説に入ります。第3楽章は一般的なスケールで書かれているんですけれども、トリオが2つある珍しい構成になっています。ベースパートはくちゃくちゃ高い音域は登場しないんですけれども、一部ポジションは工夫した取り方をしないと非常に取りにくい箇所も出てきますので、ボーイングポジションともに複数のパターンを織り交ぜながら解説していきたいと思います。1回目の今日は冒頭から第1トリオ終了部分までを解説していきます。冒頭はモルトビバーチェ、非常に速いテンポで始まります。4分の3拍子と書かれているんですけれども、一般的なスケルツォと同じように大きな一つ振りで振るというふうに考えてください。でまずボーイングなんですけれども、最初アーフラットの入りになりますので、最初の D はアップで弾くようにしてください。そしてポジションなんですけれども、最初の G、D のスラーは A 線1本でも構いませんし、あえて異弦して D、G ともに押さえて取っていただいても構いません。5小節目から4小節間はただ D 線を使って第一ポジションでまとめて取っていただいても構いませんし、あるいは D 線1本で第3ポジションで G、D を押さえて取っていただいても構いません。両方のパターンを聞きますと、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。で9小節目アータクトなんですけれども、ここは第4ポジションを使います。アータクトの R を1で取って、A、A も1、1とまとめて取るようにしてください。で次は C、F になりますので、第5ポジションを使ってアータクトの C を D 線で4で取って、次の F、C のスラーもポジションは変えずに4、4とまとめて取るようにしてください。13小節目アータクトの D を第3ポジションで4で取った後、次は2つのパターンが考えられまして、まず1つは G 線1本、G を開放で始めて第1ポジションでまとめて取っていただいても構いません。あるいは G も第3ポジションで低線で押さえて1で取っていただいても構いません。その場合、次の A、B ともに低線で押さえます。第3、第4の中間ポジションで A を2、B を4とまとめて取った後、最後も低線1本で取る形になりますので、 A を2で取って D を開放で取る形となります。もう一度両方弾きますと、もしくはどちらかを選択していただきたいと思います。改めて冒頭から今の場所まで2つのパターンのポジションを織り交ぜながら、リピートして演奏したいと思います。登場しませんので、ポジションはハーフポジションでもまとめて取るようにしてください。で32小節目アーフタクトからのボーイングですが、最初は8本2つになっていますので、ボーイングは当然ダウから入っての弓順となります。で37小節目アーフタクトのポジションですが、ここは2つのパターンを説明します。まず1つは第3ポジションでアーフタクトの R と頭の D を4、4と取ります。で A を第1ポジションに戻って、このまままとめて取っていただいても構いませんし、あるいは D 線1本で第3ポジションに戻って G と R を1、4と取っていただいても構いません。で2つ目なんですけれども、少し変わった取り方になりまして、第3、第4の中間ポジションで R タクトの R、頭の D を2、2と取ります。で次の A もポジションを変えずに R 線で F とまとめて R 線で2、4と取る方法もあります。ゆっくり弾きますと、ここまでまとめて取った後、G から第3ポジションに戻って、で G、R を1、4と取る方法があります。このように取っていただいても構いません。41小節目アーフタクトからは、9小節目アーフタクトからの再現になりますので、ボーイングは同じ形で弾いていただきたいと思います。改めて32小節目アーフタクトから通して演奏します。4分の2拍子になるんですけれども、モルトビューヴィ
バーチよりテンポが一段と速くなりますので、かなり速い1拍子というふうに考えていただきたいと思います。でベースは60小節目から入りますが、平均的なテンポでいきますと、これぐらいというふうに考えていただきたいと思います。で今、ボーイングなんですけれども、譜面によっては指定されたボーイングで、アップ1指で60小節目から3小節間を1指で弾いたんですけれども、このように弾いていただいても構いませんし、このボーイングが技術的に難しくてどうしても弾けないというのであれば、救済措置として最初はアップであります。でアクセントがついている61小節目をダウンで切っていただき、再びスタッカートがついているアーで62小節目をアップと弾いた後で63小節目最後ダウンという形になります、まあ、すなわち、まあ、1小節単位で変え弾をするということになります。その場合でゆっくり弾きますと、技術的にアップ1指で難しいのであればこのようなボーイングを取っていただいても構いません。もう一度76小節目で再現されますので、ここで通しの演奏します。で救済措置の場合はやむを得ず技術的に難しいのであればこちらのボーイングを使っていただいても構いません。繰り返し先しばらく休みがありまして、ベースは94小節目から入ります。でこの3小節間もアップ1指の指定になっていますが、技術的に難しいのであれば先ほどの救済措置のボーイングを使っていただいても構いません。111小節目まで通して演奏します。ハーフポジションでまとめて取るようにしてください。続いて123小節目からこのフェルマーナなんですけれども、スフォーサンドディミネンドとなっていますので、ボーイングは当然ダウン1読みで弾くようにしてください。でこの音なんですけれども、転調してから初めてフィスで登場します。でそれまではナチュラルの F になっていましたので、それにつられてナチュラルの F で間違って弾かないように注意してください。124小節目以降のボーイングですが、最初アップで入った後アクセントがついているスラーを全てダウンで弾いていただきたいと思います。ポジションなんですけれども、最初は第1ポジションでまとめて取りまして、ハーまでをまとめて取ります。アーを開放で取っている間に第2ポジションを使って131小節目のギスを2で取ります。で次のギス D のスラなんですけれども、 D はアー線で押さえて4で取るようにしてください。あとはハーを第1ポジションで1で取って、アーは開放で取る形となります。通していきますと、あとはボーイングはそのまま弓順で弾く形となります。遡ってボーイングなんですけれども、140小節目200目と144小節目200目はそれぞれアップダウン指定となっていますので、ボーイングは途中で変え弾をする必要はありませんので、それぞれ一読みで弾いていただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。随所に登場する繰り返し記号なんですけれども、C ジャガがよほどの指示がない限りは、繰り返しは全て行うというふうに考えてください。そして曲の進行なんですけれども、冒頭から始まりまして、第一トリオが終わった後は、ダカーポして初めに戻ります。そして繰り返しはなしで、49小節目まで通して演奏した後、第二トリオに入って、繰り返しを全て行って、コーダに入る形となります。どうしても曲の進行を見失ってしまうという場合は、譜面に矢印を書いていただいて構いませんので、演奏した後どこに進むのか、繰り返しを今行うのか行わないかをしっかり把握しながら練習していただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。